どうも高井です。 99% のクリエイターがやりたがらない、成功と失敗は紙一重の炎上商法。この本に載っているような内容ですが、人って完成された作品よりも未完成で終わっている作品の方が魅力を感じやすい。このノウハウを最近一本の動画で作ってみたんですよ。それをトップバズで試してみました。どんなことをやったかっていうと、あえてツッコミのしやすいコンテンツを作って、要は未完成なコンテンツですね、その部分を質問するように仕掛けてみました。当然トップバズのコメント欄はそんな内容で溢れてはいたんですよ。ここ最近で9件まで来ましたが、その9件の内容のほとんどはヤジですね。つまり罵声、魔女裁判に私はかけられたわけです。かけられたことによって炎上商法、まあ、炎上商法といっても超プチ炎上です。その超プチ炎上が果たして投稿したエネルギーと沿って割に合っているのかって言ったら割に合ってないでしょうね。ここ最近のそのトップバズの展示回数から見ると、多分3倍か4倍程度再生回数が跳ね上がった程度で、対して再生回数が稼いでるわけでもないんですよね。割に合わないでしょ。展示回数といえば、ここ1ヶ月2ヶ月前かな、その時から投稿してから土曜日ですよ、土曜日に投稿して6時間後ぐらいに、1、2ヶ月前であれば再生回数が100から110くらいまでいったんですよ。ところが最近土曜日に投稿して6時間後に再生回数10回から15回っていうぐらい下がっちゃったんですね。展示回数が10分の1ほど下がっちゃったわけです。環境が超きつくなってるんですよね。そのことを考えると魔女裁判なんてかけられてもね、大して稼げんので、 YouTube を主体にトップバズはサブみたいに風に動画を投稿していくと、もしかしたらトップバズでも花開くかもしれないし、やり続けていた YouTube でも花が開くかもっていうことを、ちょっと美味しいかもねっていうことで考えて投稿していると、あなた自身も動画投稿者としては成功はちょっとしやすくなるかなっていうくらいに感じます。炎上商法を使うのであれば、こういう本とかね、読んだ上で考えてみるのも一つの手ですし、いかに視聴者をワクワクさせるかってことを考えると、私の方はあまり役に立たないかもね。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。